はい、こんにちは。パラエサの中井で道場の井出です。キューピーです。そしてはい、パラエサの渡辺です。はい、今朝練終わりまして、今から中川に戻りますけど、はい、夕方またあります。はい、で、まあ、先週先々週に引き続き、宇佐もまた中川の方に来て2部練をして、まあ、あと来週の大会に臨むという形で、はい、もうあと少しですからね。うん、もう本当最終修正です、はい、ね、締め切りも終わりまして、大抵あとはもう、こうエントリーが、ね、固まっていくというか、でそれで、来週ぐらいからトーナメントが発表されると思いますので。だって今エイソンさんフィリピンなんですよ、言ってましたね、うん、今日明日かな、うん、あの大会があるの で、ね、それが終わってから月曜日戻ってくるって言ってるので、あ、お忙しいですね、やっぱり、はい、無事戻ってきてほしいですよね。そそす逆の先生大変なことになっちゃいますからね。大変なります、はい、まあちょっとこっちも大変な人数になってて、そうです、ね、500調整がまたまだ増えてるのかな減ってるのかなわからないですけど、黒帯がかなりなんかすごいメンバーが集まってきてすごいなと、ちょっと急にバタバタっとなんか ね、 決まったあのね、見どころが満載になってきたので、ね、どの帯もなんか過激っていうか激烈な戦いが激戦か、はい、激戦ですね、うん、なってくると思うので、あとは真帆先生だけなのでよろしくお願いします。頑張ってください。はい、頑張ります。はい、あとは能技もね、今期 ね、やっぱり史上初の九州の初の500人超えっていうか、はい、うん、最高の人数で、で能技も60人超えしてるんですよ。多いです、ね、多いです。今まで20行けばいい方って思ったらもうついに3倍ぐらいになったっていうことは、これはやっぱあと外人さんも多いので、外人さんあのグラップリング好きなの で、ね、すごいなと。この夏にねどっちも出てね、夏の思い出を作ろうというね、はい、あのそう、いあの沖縄からイバーンも来るし、ね、山口からはですね、あの岩国基地、はい、あとそのレオスとか藤田充実さんとか、はい、あとは佐世保の方からもね、なんかすごい軍関係というかね基地関係がすごい最強の人たちが来てくれるので、それを日本人の充実家がね、どう迎え撃つかなって感じで、ちょっと面白いですね。うん、もちろんあの28日、朝から晩まで終わるまで、はい、あのライブ中継生中継もしますので、はい、ちょっとあの5面4面が5面になりそうなんで、ちょっとうちの機材的に言うと画像が画面がちっちゃくなりそうなので、ちょっとすいませんけど、無料なんでよろしくお願いします。楽しみにしていてください。はい、じゃあそういうことで、じゃあ今からね、はい、またここに行きましょう。さよなら。